皆さんこんにちは。シンドラゴンクエスト1のイベントが開催中ですね。今回注目なのはやはりロトの血を引くものですね。リーダー特性はよくある攻撃力 15% アップです。基本特性は自分から射程2マス以上の敵からのダメージを 50% 軽減ということで、遠くからの攻撃には耐久力は高そうです。ですがスキルパネル特性の勝利の追撃は射程1マスの敵に対して発動するので、この時はダメージ 50% 軽減が発動しないことに注意ですね。またロトの印は状態異常無効でないので、この点はロトの勇者や勇者ソロの方が安心感があります。必殺技のアレフガルドの雷光は敵一体に反射負荷の威力 650% の必中で陰属性物理ダメージかつテンションアップの効果で自身の火力を上げることができます。面白い特技はルーラですね。自分の射程5マス以内の場所へ移動できます。自分の移動力が3マスなので合計8マス移動できます。それではロトの血を引くものを狙っていきましょう。まずはスカウトポイントでスカウト券5枚。いきなり出たら嬉しいんですけどね。1回目、2回目、3回目、4回目、そして5回目、まあ出ないですよね。続いてイベント交換品のチケット10枚で10連引きます。さあ今度はどうでしょう。後ろに跳ねてるスライムベスが少ないのですが、お、虹色の石板が2枚も出ましたよ。これは期待しちゃいますね。1枚目は二軸弱。使い道は分かりませんが初ゲットです。そして2枚目の石板は出ました。ロトの血を引くものです。まさか無料で引けるとは。ラギサのロザリーに引き続き今回も紙引きでした。その他の結果はご覧の通りでした。一突狙いで少しジェムを消費しようかとも思ったんですけど、後日実装されるローラ姫も気になるので今はジェムを温存しておきます。少年テリーに並ぶサポートのスペシャリストだったら全力案件ですね。それでは今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。